はい。それでは科学の授業を始めたいと思います。本日はセンター2011年の問題ですが、うん、次の記述、ああ、いいね。が、両方ともに当てはまる化合物の構造式として、最も適当なものを選べとね。いう話になっておりまして、そう。それぞれじっくり考えていきましょう。まあ、なんだかんだと言ってみんな、 三重結合のある化合物ですね。っていうことなので、そうです。水素分子を一分子付加するかね。あとあるいは二分子付加するかという。まあその選択の余地があるわな。で、それによってどんなものが生じるのか。そこらをしっかり見ていきましょうということになりまして。はい。あですが、水素一分子が付加した生成物ね。だからここは、 一分子しかまだ孵化してないよということになりますので、まだ二重結合が残っているんですよという、そこをしっかり意識しておいてもらって、機械生態が出てくる可能性がありますね。で、その機械生態シストランイ生態が存在するものね。これを考えてくださいよということになりまして、じゃあ行ってみましょうか。うん。そうです。 まあ、新たに生じた二重結合ね。そう、さっきも言った通り三重結合から二重結合に変化が起こりますと。で、これを軸として回転させたね。仮に回転させたときに、立体的に異なる構造ね。これが生じるのかどうかを検討してくださいな、ということですので。じゃあ、まあ、一個一個見ていきましょうかという話になりますが。まず、一番ね。これはそう。ここ開きます。で、そうすると、この端っこの C ね。 これに水素原子が2個ね、直結することになるじゃないですか。これじゃあ、たとえ回転したとしたって、シストランスにはならないじゃないというわけではい、チーンおしまいと。こんな感じですね。で、さて、次行ってみましょうか。えっ、ー、と、今度はそう2番ですが、またここが開きますよとね。そうすると、あ、なるほどと。めちる木に水素原子ね。 で、あとそれから、なんかそう、枝分かれしてるやつと、また水素原子ですよ、とね。いう話になってきて、そうなんだよな。ちゃんと、エッとエッということで、別々の二重結合してる炭素原子に同じ原子がくっついてるだけだから、これはシストランスできるわけだな、という。そこをしっかり分かっておいてください。で、あとそれから次、3番ね。うん。 なんか、ちょっと伸びてるけど、一番と対して変わらんやないっすかということで、そう、これもまた、一番端っこの二重結合をしてる C に、水素原子が二個直結しちゃいますので、やっぱり、さよならよ、というところでした。で、あと、それから次な。なんか四番、ちょっと、いかつい感じがしますけれども、なんと話にな。で、これだと、はい、H です、H ですとくっついて、 で、また、これとこれもでっかいけど、全く同じ木なんですが、ただ、回転した時にはちゃんと別物ができるじゃないですかというね、話になってきますので、これはひとまず OK ですね。で、あとそれからそう。今度、5番ということで、なんか4番からちょっと伸びたような形になってますよとね、いうことになるんですが、 まあまたそう、H と H、新たに繋がったやつと、これとこれね。うん。っていうことなんで、回ればまたまた別もんよというね、うん。まあそこら辺を考えてもらえりゃ OK よ。という話になりまして、じゃあいよいよ後半、e、いの話いってみましょうか。今度はそう、水素2分子が孵化した生成物ね。今度はそう、 二分子不可ですよという話になりますから、これはもう、効果不効果、二重結合も何にもなくなってしまいますとね。ですが、まあ一応今残ってる奴らを見たら推測つく通りで、なんか枝分かれがあるじゃないというね。うん。話になってきますので、不正炭素原子ね。まあ要するに、一個の炭素原子に結合している、 4個の原子、あるいは原子弾が全部違うやつで、で、そう。共造異性体ね。うん、これを生じるもんですよ、という。まあ、そこら辺を分かってもらうとよくて。で、そしてな、どう考えましょうかって話ですけれどもな。うん。あ、そうそう。うん。ここのところで、はい。えー、っと、この、ある感ね。うん。 これが得られるから、炭素骨格ね。うん、まあ、これにだけ注目して考えてもらえオッ OK ですよ、というところね。で、そして、まあ、見ていきましょうか、という話ですが、この2番ね。うん、で、まあ、そう、アルカンになっちゃいますよ、とね。うん、で、CH2CH2 とね。 いうふうに三重結合していた C 二つね。これに関しては、間違いなく水素原子が二つね、直結することになりますから、不正炭素原子の候補からは外れますな。で、それで、もちろん端っこのメチルキなんてうも全然ダメだね。で、こっちの方を見ていくんですが、残念、メチルキメチルキになってるから、うん、ダメだよっていう話ね。うん で、それでもって次、この4番ってやつね。うん、えっ、ー、と、これなんですが、そうなんだよな。CH2、CH2 というふうに変化しますとね。で、そして、またやっぱりそう、こっちの方に候補が移ってくるんですけれども、はい。メチル基2つにメチル基2つとね、うん。いう話になってきますので、残念ながら不正炭素原子はないじゃないと。 いう話になります。じゃあ、あとはどうなんですかという話になりますが、5番ね。これだとしても、やっぱりそう、CH2、CH2 という風になってしまいますよね。で、それからあとどうなるかという話ですが、やっぱりこっち側だとメ、メチル基、メチル基だからダメじゃんとね。うん、で、ところが、 ねうまくできてましたねって話で、この炭素原子見ましょうとね。そうすると、はい、メチルちエチルちね。うん、で、それからあと、なんか長ったらしくて枝分かれもしてるやつよというね。まあそんな感じと、あと、もちろん水素原子1個ね。っていう話になってきますので、まあそうそう。誤解しないように書き換えましょうかって話で、この通りそう。H2、H2 ですよという風になった時に、 間違いなく、この C っていうのは、不正炭素原子になってるじゃないですかというね。うん、話になりますので、はい。5番が選べりゃ正解よというお話でした。まあ、というわけですので、まあ何はともあれそう。2条件しっかりと。で、まあ1つ目の条件でバシバシ潰していくというね。うん まあそこら辺を励行してくださいなというところで、でまあね、これは両方だからっていうことでいいんですけれども、なんかあの、片方だけ満たすとかね、そういうめんどくさいことを言われると、あの、消えました、さようならじゃなくてまた検証しなきゃいけませんとかね。まああっちの話も出てくることになりますから、まあ状況に応じてしっかりと効率的に裁いていってくださいなというお話です。 じゃあ、そんな値で本日もお疲れ様でございました。はい、本日の授業いかがでしたでしょうかあ、面白いな、わかったなと思っていても、1週間、2週間と経つと忘れてしまうのが人間ということになりますので、ちゃんとね、またまた間を空けて復習することを忘れないでくださいね。それでは皆様さようなら。